半1ホール目353ヤード短いパー4です。でもフェアウェイが狭い、すごい狭く見える。まあ、フェアウェイ右サイドって感じですかね。また左。あ、ちょうど見えない多分大丈夫でしょ。大丈夫です。29何番っすか。まだ凍ってますかね、後半も。もう大丈夫じゃね。もう凍ってないですかね。あ、ないよ。キャリーそのまま打つ感じですか。すぐは行ったけど、え、ナイス、ラッキーじゃん。さっきからラッキー多いですね。はい、得意のカート道路コロコロを使って結構飛びましたね。79ヤード69、60度だ。はい、脱げ。はい、あ、はい、制服5分ぐらい。1個ぐらいかな。弱い。オッケー。ショートさんのバーディーパット。こんなでしょ。いや、ちょっと塩切れても強めに打てば。うん、そこそんな感じ。あ、弱い。ラインは良かったけど。はい、パー、ナイスパー。はい、あ、ファイブ567。うわ、全然気温が上がんないっすね、午後になっても。ほんと寒い。ドロー打ちたいですね。ドロー打ってショートカット。山、この方面。音は聞こえなかった。うん、あるんじゃない。ショートさんもドライバーで、やっぱ山越えっすか。ショートさんもえ、バンカーからドローしたい。バンカー、このバンカーからドロー。いや、ここやっぱ裂け目狙ってほしいですけど。おー、バンカーからまっすぐ。え、オビー、え、どこ行きました。見たよね。いや、見てないです。行っちゃったかもしれないですね。右側 OB なんで、もう一球打っときます。大丈夫本当ですか。本当ですか。大丈夫ですか。大丈夫。あるあるある。はいはいはい、オッケーです。伊藤翔さんにはなんないですね。なんないなんないなんない。あ、大丈夫です。お客さんってなるか。あ、そうっすか、うん、はい、じゃあわかりました。行ってみましょう。聞こえないよ。
木は越えないよ。越えない？泥打たなきゃ無理よ。木の左は何やろ。240 245 行こう行こう。どうせ食べてもかっこいいよ。スプーンで刻めば保険かけばいいじゃん。え、これこの角度を超えたとしてまっすぐ行っても大丈夫ですか。ね、大丈夫だと思う。でもそれで打ちます。いいわ。うん、ライもいい。うん、ライめっちゃいいから。おお。お。あ、でかい。うん、でかい。よかった。いいじゃん。OB じゃなくてよかった。うわ。初めて。213ヤード。うん。あ、うん。ドローっすか。傾斜が出て戻ったんで。グリーンの。うん。グリーンの。ここの傾斜に当てるらしいですね。こう右に落としてくる感じ。前下がりでちょっと右に構えさせるような。はい、ああこれちょっと右でちょっと止まんない。あ、ここら辺ですね。ぐるぐるぐらい。そうっすね。大丈夫、全然大丈夫。落ちてはないです。距離は行ってるんで。ナイス。簡単なアプローチだと思います。ありがとうございます。これはむずいね。この傾斜に当てたら行っちゃうかもしれないんで。ロブ、ロブショット。左足下がり。まあでもグリーン重いから多分止まらない。すんごい下り。あれ止まるんだ。めっちゃいいと思ったら。はい、ショートさんの3打目。なんかライが悪いとか言ってだだこねてます。めっちゃ下りで速いラインかと思ったら。視聴者クイズじゃん。下りのどっちに切れると思いますか。分からん。まっすぐっぽいっすね。うん、迷ったらまっすぐ打ちます。まっすぐだと思うよ。かけてるもん。引っ掛けました今。ああ最初からそっち打ってる。マジですか。そうちょっと。あ、すいません、取ってなかった。そこピッチマークを、足場じゃないか、あスパイクマークを直して新ルールだからいいよって言ってました。あ引っ掛けてる。自分も引っ掛けてるじゃん。自分もクソ引っ掛けた。160ヤード。ここはもう簡単なパスですね。池は手前にあるんですけど左右も広くて70度。あ、70だね。70度。7番。グリーンは登ってるんですけど手前から行かなくても大丈夫だと。お、いいんじゃないですか。あ、ちょっと左。いいね、お、止まった。そうですね、手前から行かなくても大丈夫ですね。うん、ナイス。ありがとうございます。
はい、何番？8番え8番8番軽くやばい、ちょっと早かったね。ああ届いた届いた、飛ぶな。え顔、うん、立ち上がるの、起き上がった。やっぱ US でやってる人は違うね。ドライブ飛ばないですよね当たってないんですかね。うん、飛距離が世界レベル飛距離だけしかもアイアンの距離だけ。あ、でも振った当たるだいぶ距離を残しましたね。たショートさんも刺したままでやるらしいです。下り6メートルぐらい、スライスライン。おいい感じ。あーでも曲がっちゃった。これでもショート、あ全然曲がらん。下りでショートしまくってるっていう。ナイスパ、はい、パーパット上りのフックライン。これ、ね、重いんだね。強めに打たないと切れちゃいます。いや、いやそれでも切れるっていうね。オッケー。面白いと思った方は高評価、また見たいなと思ったらチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。